どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA マイルを使った世界一周特典航空券使ってみたということで、今回ね動画やっていきたいなと思います。ということで、長期間にわたりまして私のね海外路線の動画をご視聴いただきまして本当にありがとうございます。先日ねホノルルからロサンゼルスの動画ねありましたよね。で、あれでですね、今回2022年ね7月から海外路線でいろいろ乗ってきましたけども、あれで ANA マイルを使った世界一周の特典航空券っていうのは終了したんですよね。まあこれからねまだ数本海外路線で、ね、出るんですけども、まあ、これから出るものに関してはですね、現金で決済しているものがねほとんどかななんていうふうに思うわけなんですけども、まあ、今回ですね ANA の世界一周特典航空券で、ね、実際に使ってみまして、まあ、必要マイル数だったりですね、まあ今までね結構コメントでね質問いただいておりましたので、ここら辺をまとめてね紹介していきたいなと思います。でですね、まず2020年7月からですね海外路線ねいろいろ回らせていただきましたけども、全体的にね利用させていただいた旅程っていうのはねこちらになるんですよね。でこちらには JGC 修行のね部分は入ってないんですけども、 ANA のね世界一周の特典航空券、2022年の7月からですね JAL のファーストクラスに乗ってシカゴ行きましたよね。あそこからまあ先日のねホノルルからロサンゼルス、まあそこまでのね表になっております。まあバーッとねちょっと軽く紹介していきたいなと思うんですけども、まずね羽田から出発してシカゴですね、こちらは JAL のファーストクラスにね乗って利用させていただきました。ここはねアラスカ航空のマイル7万マイルでね利用させていただいて、シカゴからラガーディア、こちらはエコノミークラスで利用させていただきました。これはねブリティッシュアウェイズのマイル1万5000マイル確か1万5000マイルぐらいだったと思うんですけども、こちらで利用させていただきました。この ANA マイルを使った世界一周の特典航空券っていうのは、こちらね見ていただければ分かる通りですね、出発がニューヨークのニューアーク空港からねスタートしてるっていう風になってるんですよね。ですのでここはね別発券で利用させていただいておりまして、ニューヨークからねスタートしたいっていうのはもともと決めてて、でシカゴに行ってシカゴからねニューヨークに移動しなきゃいけなかったんですけども、まあたまたまねブリティッシュアイウェイズのマイルがある程度あって、これアメリカン航空の飛行機で行ってるんですけども、アメリカン航空っていうのはね燃油サーチャージがかからないので、まあこのブリティッシュアイウェイズ1万5000マイルでシカゴからねラガーティアまでね利用させていただいたっていった形になります。でニューヨークに到着してですね、ニューヨークからここから ANA マイルを使った世界一周特典航空券っていう風になります。ですのでこの表のねブルーになってる部分、これが ANA マイルを使った世界一周特典航空券の利用させていただいたっていったところですね。で、ニューヨークからボストンで、ボストンからミュンヘンで、ミュンヘンからパリっていった形で、ここね ANA マイルを使った世界一周特典航空券で利用させていただきました。でパリからですねブリュッセルを経由してロンドンで、ロンドンからイタリア、ここはですねまたね別の発見しておりまして、まずパリからブリュッセル経由のロンドン、こちらはユナイテッド航空のエクスカーショニストパークを使ってね移動させていただいております。ちょっとねこのエクスカーショニストパーク自体はですね結構ね話がややこしいので、こちらの動画でね解説してるんで、これ気になる方はね見ていただければなと思うんですけども、まあ、こちらでね UA のエクスカーショニストパークでこの区間は0マイルで発見しております。でロンドンからイタリア路線に関してはこちらね ITA をですね利用してみたくて、ここはね現金で決済しております。まあ結局ねロンドンのヒースロー空港のね大混雑に巻き込まれて、結局セキュリティチェックにね4時間ぐらい並んでね利用させていただいて、まあ、全然 ITA エアウェイズのね上級会員の資格は全然使えなかったんですけども、まあここはね ITA エアウェイズで現金決済で利用させていただいております。でイタリアから、ウィーン経由してワルシャワでデリーですね、まあこれねデリーで入国できなかったりとかね、まあいろいろありましたけども、ここからまたねANA マイルを使った世界一周特典航空券っていう風になります。でデリーについてからですね、しばらくの間はシンガポール航空のマイル、それと、アラスカ航空のマイルを組み合わせて、利用させていただいております。でまずねデリーからシンガポールはシンガポール航空のマイル5万8500マイルで、スイートクラスね発見させていただいております。でここはですね1と2がねあると思うんですけども、これねシンガポール航空のマイルっていうのはストップオーバーっていうね途中降機が認められておりまして、デリーからシンガポールで、シンガポールからジャカルタ、これね1本のマイルでね発見してるんですけども、途中でね数日空けて
発見しておりまして、その間にね、あのモルジブ旅行をね、あの入れているっていった形になります。で、シンガポールからモルジブで、モルジブからコロンボを経由してシンガポール、ここをねアラスカ航空のマイルで発見して利用させていただきまして、シンガポールからジャカルタ、こちらをシンガポール航空のね、あの先ほどのマイルで発見した後の方ですね、こちらファーストクラスをね利用させていただきました。で、ジャカルタからバンコク、ここでまたね ANA マイルを使った世界終得点航空券で、ここを発見して、でこのバンコクからですね、ベトナムで、ベトナムからバンコクですね、こちらもまたね別で発見しておりまして、アラスカ航空のマイルね2万5000マイルで発見しておりまして、ベトナムからバンコク、この路線はエコノミークラスをね現金決済でバンブエアウェイズでね券しております。でこの後ですね、バンコクから関西、ここからがまた ANA マイルを使ったね世界一周の特典航空券っていう風になっておりまして、成田ホノルル、ホノルルロサンゼルスということで、こちらもね ANA マイルを使った世界一周の、ね、特典航空券で発見しております。まあ全体がねこんな感じになっておりまして、ちょっとね分かりづらいなっていうふうに思いますので、ちょっとね ANA の世界一周特典航空券だけね抜粋した図が、まあ、こちらになります。ニューヨークからボストン、ボストンからミュンヘン、ミュンヘンからパリで、ここでね、パリからイタリアね飛んでますよね。まあこういった感じでですね、 ANA マイルを使った世界一周の特典航空券っていうのは地上移動がね認められておりまして、パリからイタリアに関しては別で発券して利用することができるっていった形になるんですよね。でまあこういった感じでですね、全体があるんですけども、まあこれ全体でですね必要マイル数は18万マイルっていう風になります。で燃油サーチャージが当時ね、私は5月とかに発見して7月に利用したんですけども、まあ、5月に発見した時点でこちら12万7930円でね支払って利用させていただいたっていった形になります。で今回ね ANA マイルを使った世界一周の特典航空券ね利用させていただいたわけなんですけども、私のこのルートですね、全部ファーストクラスの運賃で必要マイル数ね組んでいただいております。私は3本のねファーストクラスが乗れるかなと思って、このね世界一周の特典航空券をファーストクラスでね、設定して発見してるんですよね。まずボストンからミュンヘン路線、ここルフトハンザの、結局ビジネスクラスになってしまったんですけども、ここねファーストクラス利用できたらなと思って、こちらをねファーストクラスで設定してここね利用したかったんですよね。結局コロナ前まではですね、このルフトハンザのファーストクラスっていうのは ANA マイルでもね発券することができるんですけども、2週間前からしか利用すること、まあ変更することができないっていうね話だったんですよね。まあ結局こちらはね前日までね解放されずにファーストクラスね利用することができなかったんですけども、このボストンからねミュンヘン路線ねファーストクラス乗りたくて、こちらはね狙っていたっていった形になります。でバンコクから関西ですね、こちらはタイ航空の結局ビジネスクラスになってしまったんですけども、ここはねもともとファーストクラスがね乗れるっていう話で、ファーストクラスの空席も取れてね発見してたわけなんですけども、まあ3日前ぐらいにですね機材変更ということでファーストクラスのない飛行機にね変更になってしまって、こちらねビジネスクラスになってしまったっていう感じなんですよね。まあここね本当に残念だったんですけども、まあここはねファーストクラス狙っていたっていった形になります。あともう一個ですね、成田からホノルル、先日ねハワイの動画出たと思うんですけども、あそこもね本当はフライングホルのファーストクラスが乗りたいなっていう風に思って、まあファーストクラスでね発見していたんですけども、まあ、結局ねこちらも残念ながらねファーストクラス空きが出てこないで、ファーストクラスね利用することができなかったっていう感じなんですよね。ですのでまあこの表だと18万マイルで13万円ぐらいね約燃油サーチャージね払って利用させていただいたわけなんですけども、本当はファーストクラスを利用する予定で、まあ、発見して結局ファーストクラスが乗れなかったっていう感じになるんですよね。ですので最初はね18万マイル払ってるんですけども、結局ね全旅程ビジネスとエコしか乗らなかったっていう風になりますんで、差額マイル返金ということで、全部ねビジネスクラスの計算で再計算してもらえるみたいな、まあそんな感じになりまして、6万5千マイルね返却ねしていただきましたんで、全旅程で11万5千マイルかなで13万、約13万の燃油サーチャージを払ってね、まあ今回ね利用させていただいたっていった形になるんですよね。このね ANA の世界一周の特典航空券っていうのは、まあこちらの動画でねあの解説出しておりますので、まあ、気になる方はねぜひチェックしていただきたいなと思うんですけども、こんだけの飛行機に乗って
11万5000マイルで発券することができるんですよね。めちゃくちゃお得ですよね。ですので ANA マイルを使った世界一周の特典航空券っていうのはある程度ね、あのルールはあるわけなんですけども、非常にお得にね利用することができるっていう風になりますんで、まああの利用するにはね、あの10日間日本を離れなきゃいけない、まあ出発地からね、あの最後の到着までを10日間あの空けなきゃいけないので、2週間ぐらい休める人じゃないと、まあ利用することはね厳しいかななんていうふうに思うんですけども、まあ、ちょっとね時間が空いた方はですね、ぜひねこちら利用してみていただければなというふうに思うんですよね。まあ見ていただければね分かる通り、ほとんどねビジネスクラスね利用させていただいて11万5000マイルでね住んでいるっていう風になりますんで、ぜひね利用してみていただければなと思います。もちろんね今すぐ利用するっていう意味ではなくてですね、お時間が空いた時にですね、まあこの ANA マイルをね使った世界一周の特典航空券っていうのは本当にねお得っていう風になりますんで、東京からねニューヨーク往復するとビジネスクラスって8万マイルとかですよね。ファーストクラスだと20万マイルぐらいになると思いますんで、まあそれよりね全然少ないマイルでねこれだけの飛行機ね乗れるっていう風になりますんで、ぜひ ANA マイルね貯められている方はですね覚えておいていただければなと思います。でこのね ANA マイルを使ったね世界一周特典航空券で変更に関してなんですけども、まあ私はねあの動画の中でも結構言ってると思うんですけども、変更できたとか変更できなかったとかね言ってたと思うんですけども、この日付を変更するっていうのは結構ね自由にすることができます。で変更自体もね手数料かかりませんので、基本的には2日前までみたいな感じでねあの決まってるんですけども、変更自体はね特にお金かからないっていう風になりますんで、仮にねニューヨークに5日間いようって決めてたけど、ニューヨークにねもうちょっといたいなみたいな感じに思ってここを7日にするみたいなね、まあ、そういったこともできるって言った形になりますんで、まあこの変更自体はですね結構柔軟にやってくれますので、まあ無料ですしねかなりいいかななんていう風に思うんですけども、変更自体はできるんですけども、利用する航空会社と路線っていうのは変更することができないんですよね。だから仮に羽田からニューヨークっていう風にもともと取っていたとして、まあこれをね成田からニューヨークにしたいとか、もともと ANA で取ってたのに、ユナイテッド航空に、まあ今羽田からユナイテッドニューヨークに飛んでないですけども、まあ仮にね、まあ、あの航空会社を変えたいみたいな、まあこういったことはできないんですよね。ですけども同じ路線で同じ航空会社であれば日付の変更っていうのはね結構柔軟にできるっていう風になりますんで、私ねちょこちょこデスクの方に電話してあの変更ねお願いしたりもねしてたわけなんですけども、まあこれもね結構柔軟に利用することができますので結構利用しやすかったですね。まあ特にねあのデリーでね入国できなかったですよね。ワルシャワであの時とかもね結局書類不備でもう飛行機飛んでる翌日にもかかわらずにですね、あの当日のね夕方の便に変更していただけたりねいたしましたので、結構柔軟にねあの利用することができたっていう風になりますんで、かなりね良かったですね。まあ私はねダイヤモンドステータス持っておりますので、まあいろんな国でね ANA の電話しようと思った場合でもねトールフリーでねかけることができたっていう風になりますんで、これもね結構良かったですね。ですんでねダイヤ持ってない人はですね、海外から電話する時にねお金がかかってしまう分はちょっとあるかもしれないですね。はい、ここはね結構すぐ繋がんなかったりもねいたしますので、それで待ってる間もねお金かかったりもしますんで、まあ、できればねダイヤモンドステータス持ってた方がツアー料無料でね利用できたりもしますので、この点はねちょっとダイヤ持ってる方の方がねいいのかななんていうふうに思いました。まあそんなもんですかね。はい、まあ結構ね、いろんな航空会社のマイルをね、今回利用して、世界一周ね、利用させていただいたわけなんですけども、まあ、もしね、何かこの辺のことを教えてくださいみたいなことをね、ありましたら、ぜひね、コメントいただければなと思います。でですね、今回私はこちら5月に発券して、7月に乗ってるんですよね。本当にね、1ヶ月もかかんないぐらいで旅程を組んで、発見したみたいな感じになるんで、本当にね空席次第でね旅程が決まってった部分がね非常に多いんですよね。まあ動画ずっと見ていただいた方はね知ってると思うんですけども、ロンドンとか1日しか入れなかったんですよね。それも全部ねあの特典航空券の空席がないからそんな旅程になってしまったんですよね。ですので私はね1ヶ月とか半月とかでね旅程組んで発見したんですけども、基本的には半年先とか1年先とかのね、まあ、そういった感じで旅程組んでいただくと、まあ、今からね来年の今ぐらいのね
開始で世界一周特典航空券組んでいただくと、まあほとんどのねビジネスクラスは乗れると思いますし、またねファーストクラスね、あの ANA 便であればですね、今からね来年のフライングホールとかだったらね、繁忙期でなければですね乗れる部分ねめちゃくちゃあると思いますので、ちょっとね私はもったいないことしたなっていうのはね本当にその点ですね。はい、発見してから利用する期間がね短すぎて、乗りたい路線の乗りたいクラスがね結局乗れなかったっていうのは非常に多かったんですよね。あのフライングホールのファーストクラスね乗ろうと思えば絶対乗れたと思いますし、 ANA のねあのザ・スイートじゃないファーストクラスとかね、まあ、ここら辺も工夫すればね多分乗れたと思うんですけども、まあ、そういった路線もですね期間が短いだけにですね空席待ちになっても結局乗れないからしょうがないやみたいな感じで諦めた部分も非常にありますので、本当にね半年先1年先とかにねゆっくり予定組んでいただいて、乗りたい航空会社の乗りたいクラスねぜひ狙っていただいてね利用していただければなと思います。ということで今回ですね ANA マイルを使った世界一周特典航空券使ってみたということで動画ね撮らせていただきました。もしねこの点教えてほしいみたいなのありましたら、ぜひねコメントいただければなと思います。ということで今回の動画こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。